構公園内が斜面が多いので、テント張れる場所はちょっと少ないかもしれないですね。バンガロー とこっちがトイレで、炊事場と、あとバーベキューできるとこと、かまどがありました。なかなかほのぼのした景色。見事に完成、羽根付き餃子。食べてみてください。間違いない、うん、ラーメン屋さんもびっくり、うん、ぐらい似てるよ。ラーメン屋さんもびっくり、羽根付き餃子。滑った。うん、塩を落ちそうと思うと暗くなっちゃうよ、うん、西日の役所、うん、いいね、すごいな、あの日差しと日差しと何焼いてるか分かんないぐらい、うん、焼き鳥強すぎる。もうすぐでも、あ、まだか、あと30分、40分で日が隠れるかな、うん、いい匂いだ。うん、ね。いやー、日の光が明るすぎてさ、うん、このもの自体がはっきり常に光っちゃったよね、なんか。お前の映ってる？うーん。
どうしたけど、明るすぎて炎の分かんない。日がどんどん崩れてきたから、焼き鳥完成いたしましょう。いただきます。あく、うん、あく、うん、うまい。やっぱり焼き鳥は塩、焼きたて一番、うん、じんわりじんわりネギが真っ黒焦げにならないで、うんうん、ビールでございます。うん、おいしい。あれ最近使わないじゃん。どうしたの？あれはあのほら踏み金っつうか、あのあれがダメだからさ、うん、バラバラになっちゃうからさ、うん、なんか熱で、でもなんかそのレンコンとかさ、味が染み染みな感じがうまそうだね。うん、でも鶏肉に味が染みるまでってことだね。煮込めということなんだね。おいしそう。おいしそう。いいかしら、いいかな。
視聴いただきありがとうございました。最後また見てもいいよと思っていただけたならチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。またお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。